セルティック旗手レオさん、優勝決定即ブライトンへ渡米。これは、旗手、優勝した日に空港で写真撮られてブライトン行き。カッコサポ団、これは祝賀会に出席せずに撮られたものみたい。このサポは遺跡の話聞いたって言ってるが果たして。マジやんけ、旗手ごときがブライトン。ありえねえなこれ。トップ下演じ添えて、ジョアン・ペドロ補強して2トップもするんだから、出番ないでしょ言っても。旗手はもう脱出するのか。旗手は2000万ユーロで交渉は大まかにまとまってるって言ってる記者もいるな。祝賀会に日本人メンツで唯一いなかったのはフラグかも。ポンドじゃないのね。てかそれ嘘じゃね。サポダカ一般人に遺跡関連を言うわけないだろ、守秘義務があるのに。加納健太の悪口は言うな。オフレコの送別会だったはずなのに。悪いのは嫁じゃん。こんな早くにブライトンに向かうわけねえから。というか今は遺跡市場開いてないから、まだ選手とクラブで大っぴらに接触したらいかんのでは。幕張アリーナの後継者に最適じゃない。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。どうかよろしくお願いいたします。